十十の各部、十の部品、十の部品では、十の部品と各部の名称について解説する。ジョーズは、アメリカ軍で使用されていた、アサルトライフル、M16 の初期モデル、AA1。一般例として例示する。設計者やメーカー、軍などにより、設計思想が異なるため、その点に留意が必要である。なお、解説文中、右手、左手とある箇所は、 左利きの場合は適宜逆に読み替える必要がある。なお、単発式小銃や自動小銃、サブマシンガンなども多くは、アサルトライフルと類似した部品構成である。M16 の引き金、シアー、激震の動作、コルト M1911A1 シグザウ LP220、トーラス669右の画像のうち、コルト M1911A1 と、 シグザウ LP220 は自動拳銃、トーラス669はリボルバー式拳銃である。自動拳銃は相談数が多いが部品数も多く機構が複雑で作動不良となることも少なくない。リボルバーは小水しか装填できないが構造がシンプルであるために動作は確実である。写真は1911年にアメリカ軍により正式化された。 自動拳銃、M1911A1 モデル。陸上自衛隊などでも使用された。写真のものは一度装填動作がなされ、撃鉄が撃発可能状態にあり、安全装置がかかっている状態。ただし弾丸が装填されているかは確認できない。写真は、シグシャにより開発され、陸上自衛隊が、M1911A1 の代わりに 9mm 拳銃として、 採用されたシュグピー220。ハンマーは倒れた状態だが、ダブルアクション方式のためトリガーを引くだけで発射が可能な状態。写真は、ブラジルトーラズ社のリボルバー、トズ六百669。断層の隙間に薬莢が見えないので弾丸が装填されていない、安全な状態。一等新基地、鉄砲の安全、重砲年間08から9年版。 158から165ページ2008年ありがとうございます。